はい。えー、こんにちは、翔太です。ポケモンユナイトね、やっていくんですけど、なんかマジでさ、負けすぎてさ、このゲームでもなんか、頭おかしくなってきたわ。剣盾やっても <laughs>、焼いてやってもなんかもう、頭が気が狂いそうになるのは変わらないんだなっていう。ゲーム何でも気が狂いそうになるような印象を持ち始めてるけど。まあ、ゲームってそういうもんで気が狂うからな、まあやってたら。なんか、あれなんですよね。あの、 エリートまで一回行ったんですよ。そっから、なんかぼちぼち負け始めて、なんかすべてに負けるみたいな感じの世界になって、あの、ねえ、じゃこれ攻撃対象マジで選ばせてほしい。ねえ、<laughs> 僕が殴りたいのはこっちのエイパムじゃなくて奥も多分ね、もう終わった。<laughs> 終わった。いくらなんでも無謀なんじゃないかとは思ったけど、ちょ、ちょっと無理が過ぎたよね、いくらなんでも。 ちょっとな厳しくてどうしようもない状況になってきた OK1 人取る僕がでも1人で勝てばいい話だからねちょっとゴールされたけどいやでも1キルずつなのは同じなんだよここパクりたい OK 盗めた上に いやーゴース来てくれたけど、まだ切る、取れる感じじゃないよね、さすがに。まあ、生きて帰れただけマシか。ヒバニーに殺されちゃったな、あのヒバに倒したけど、結局多分あんまり、トータル的には全然得してないって感じだろうね。海賊だからさ、その、スキンで強くなってるとかねえよな、お前な。まさかとは思うけど。木の実2個食うわ。 あ、ゼラオラも来た。しかもなんかあのゼラオラ強いんだけど、<laughs> 6になっとる <laughs>。ちょ、このゼラオラが。やばいやばい、相手私らがで最後になってんじゃん。あ、私らが教わってんな。ちょっと無理だ、絶対絶対。どうしようもなかった。これ <laughs>、これ厳しいぞ。 ちょっとね、レベル差がつき始めると芋づる式に辛らくなってくるんだよこのゲームこいつ取れないゼラオラあ僕が殺されるな逆にちょちょちょっと厳しすぎるなこの蚊に取っても僕ラビフットになれないよね多分なれるあな慣れたわなれたけどちょっとそう見た目の進化のどうこうの問題じゃないんだよな レベル差がやばいって話だからね。6なんだよなあ、あいつ。<laughs> 僕は一応ちなみに死んでないよこの試合。だか誰かがめちゃくちゃなんか育てた、敵の誰かを。多分ね、あといや、バリちゃん来てくれた。あやだまぁ、あ、ちょっとレベル足んねえな大倍ょ賞追加したアロ,ロロ、アロロ球根に今からさ、僕の攻撃2倍入るようになってくんないかな無理無理無理。 無理無理無理。やばいやばいやばい。きつすぎる。いやー、フラッシュしたのに。もう4人殺された。きついなー。あのゼラ俺1人もうレベル9になっとる。これ、マジでさっさと諦めた方がいいだろう、この試合。ちょきつすぎる、いくらなんでも。な、毎試合、もちろんね、僕が先般をかますときもね、大いにあるんだけど、ちょっと10は、10はちょっとやりすぎじゃない ちょ,ちょちょちょ、ちょっともう、こいつ何やってもいい状態になってるよ、ゲームが。放射まであと一本あるし。ちょちょ、いくらなんでも、下のレーンがちょっと、止まんなすぎる。ちょっと無理,無理勝てない勝てない。えー、こっから打開する方法あんのかこいつも同じように強く合っていくわけだよ。 進化したえ、なんか一気に僕9になったんだけど。どういうことえ、ガチで意味わからん。はふざけんな。なんでいきなり9になってんだよ。説明してくれよ。わかんねえよ。え、まじでわかんないんだけど。いきなり9になってんの。なんか6とか10殺すと一気に何そんなわかんのもしかしてハイレベルを殺すだけで、いきなりワンチャンつかめる世界ある。3台以外にもさ、 逆転の目は。いやー、あいつ銃だなしかも海賊だなちょっと厳しいか。持ってレベル上げよう。下がもう完全に。僕がでもいたレんだからね。僕の責任だよね。完全に破壊され尽くしてるからなちょっとみんなレベルこんなもんな。あー違う違う。ホームボタン押しちゃった。違う、僕だけなんかって、僕が。 このチームの今、唯一の希望。唯一にしてただ一つの希望だわ。亀タイム来るから、ああ、でも諦めてる人いるな。僕は諦めるけど。え、な、なんか売ると売っちょっともう、<laughs> 最悪なんだけど <laughs>。ボコボコにされとる、マジで。すがすがしいぐらいにボコボコにされた。ああ。 この調子でマジで下がり続けてるの本当に来る心に折れそうになるもう地獄だもうはいじゃあそのまま続けて2戦目やっていきます2戦目やっていきますっていうかさっきの試合だけでさ動画にできるわけがないからねこの世界そんなんで生きていけるほど甘くないっていうことでさっきまではレーンでね真面目に戦ってたんですけど もう、もう僕が全てだ、この世界は。僕が敵を破壊し尽くせるかできないかで、イコールのチームの勝敗っていうつもりで生きてきます。なので、もう、試合をね、決める、いい意味でも悪い意味でも試合を決める性能をしてる、ゲンガを使っていこうと思います。ルンパッピングを、取って、いやーちょ、っこの試合まじ気合い入れるぞ。 この,このゲームが、味方とね、こう、ノラに限った話だけど、味方と強調する必要がないことを証明していきたい。個人の力だけで勝つ。この世界は僕だけだ。でも、僕以外全員さ、ボットロだと思えばいいよね。そうすれば、さ、僕がね、うまくできたかどうかっていう、 こととろにだけ集中すると実際その話ある気がするけどねだってね周りがどうこうはちょっと僕にはコントロールできないですからね上行くか近いしあのとりあえずヤダもちょっと殺そうぜぶち込んであナイスナイスなんかやばいこんなこと言ったら味方がクソ強い試合引いた味方が神だった もうやだ僕は僕の力で勝っていきたいね傲慢かもしんないけどあ下もなんかもうやりたい放題しとるんよなおかげでジャングルが全部僕のものになってるっていう特に手伝いに行く必要もないしレン上は顔出そうとしたらもうボコボコにしてた話あるしさルカリオぐらい倒しに行くかルカリオも死んだわ相手 結局何もしかして、味方がどうこうで決まるゲームなんすか僕は行ってもいなくても関係ないですかやばい、この試合、このまじゃ僕いなかったことになるぞ。あ、バリちゃん来てるな。それちょっと妨害したいっていうか。カビゴンこいつらがもう6でなんか、ジャングルと同じぐらい育っとるんよ。強すぎるんよ。 およ、ちょっとぐらい敵頑張ってくれよー。おお、キル全部取られてんぞ <laughs>。ちょちょち、ょ <laughs> この試合僕レーン行ってたら、全部おっきりできたかもしれない話あるからねあ。僕のキルは一個もない。全部、アシストになっとるね、今んとこ。な、なんでかな毎試合こんな感じで進むと、めちゃくちゃ大きい楽なんだけどな。あとこのね、打つ対象が勝手に、 自分で予期してない方向に行くのマジ困る当たり曲がったね取りたいけどああはいはいこれマジこういうのも仮性能高すぎでしょ弦が <laughs> 全部壊したけど まずくあっても、なんとかなるんですよ。下は破壊していこう。発展余分に入ったな。上戻るか。弦がなった。しかも。え、こん、こもう3台以外で負ける要素なくなったけど、ついに。あー、そのヤドランも取れるんじゃないロトム取られたけど。ヤドラン取ったら。 えなんかもう全世界で大虐殺が行われてるって感じだよ。OKOK、OK, OK <laughs>。ここまで両極端な試合でいいんかなさっきまで僕これの相手側にいたような感じだからね。ずっと。まあ、ようやく報われたといえば報われたかもしれない,いや。僕は関係なかったわ。このゲーム。僕じゃなくても <laughs>。よかった話ね。味方が。 じゃあ事実上4対5なのかっていうとそうではないけどそうではないけど <laughs> これこれでもこんだけもうさ価値観の試合でさキルするのもなんかずるいよなちょっとやばいラックススーパーリッチ飛んできたこっからは戦績稼ぎだからね事実上死体打ちとやってることが大きく違うけど それは大きな差異があるが。あ、まあ、あ、痛い痛い痛いた。痛すぎ。一回帰るわ。死んじゃう。どっちにし、かじりガメあるから。これ、かじりガメ僕一人で行けんじゃないレベル10あるし。ヘドバックはなんか強くなったし。行ってみるかかじりガメ一人チャレンジ。 いける全然いけるぞ。<laughs> こいつやばいだろ。一 <laughs> 人がで、一人でかじりガメ取るんじゃん。なんかこんな強くて。あ、ばいばい。邪魔しに来た。両方取るわ。かじりガメもルカリオも。それで解決するわ。まあ、失敗した。プリンク。オッケーオッケー。40点取ったから。こんなんさ、リザードンもめちゃくちゃ強いし。 ナイスすぎボールもできていてシールド持ってるからワンサイドゲーの応酬って感じだなボコボコにするかもうベースレイプまでいかれるかみたいなあ大味だなもうちょっとなんかねあれだけどまあまあ <laughs> はい勝ったから気持ちよかったですじいじいおつかです